殺明館は奈良時代前期の女官。姿勢は札の近渡民いみき。遺械は聖後医下。だ。児天皇の時に音博士を務めた札降格の一族のものと思われる。養老七年一月、夫人、藤原都ほか、女王、女官の女医の際に、十五以上。翌人期元年五月、川上いみきの姿勢を賜物の組みされ、天平九年二月に、 生語意したこの他にも、万葉集に、以下の和歌が収録されている。殺明館、御事のりに、大えてわえた手祭る歌一首ほととぎすここを近くを、きなきてよすぎなむ後に、あ荒めやも、天平元年の半伝の時に、使い火のかつら技能山城の国より、殺名館明館名部等のところに送りし歌一首かねさす、昼は、 伝手ビテヌバタマの夜の暇に詰めるセリこれ昼は、半田に追われ夜の寸下に積んだセリですよこれは、殺妙館の方へ送る歌一種マスラオと思えるものを、立ち吐きて、かしか波の他居に、セリソツミケルの田んぼでセリなぞ、おつまみになって、天平九年以降の辞席は不明である。俗に本気などによる。ありがとうございます。